こんばんは。こんばんは。こんばんは。テレポートサイン、4月5日の金曜日終わりました。はい、はい、はい。今日は生配信がちょっと都合によりできませんで、諸事情というのがありまして、はい、申し訳ございませんということで、録画にてお届けしたいと思います。うん、はい、はい。1週間終わりましたね。終わりましたね。うん、新年度が始まって、はい、1週間。早かったですね、1週間が。怒涛のように。怒涛だったね、はい。新しいことばかりやってきて。はい。私今日個人的になんですけど、朝早くからマルットのロケで倉吉市に行ってきまして、でそれで帰ってきまして、でテレポートのフロアで口も回らないフロアディレクターで、なんかもう疲弊困憊、疲労困憊、うん、今日も出てこない、ね、本当あのカジュアルマリナでね、なかなか見られない、うん、そうですね、はい、今日はちょっと動きやすい、そうそう、ちょっと FD 用に動きやすいようにと思って、うん、ね、FD ですと立ったりしゃがんだり、はい、しゃがんだり両前出したり、はい、いろんな動きしないといけませんからね、はい、今日のオンエア中も、あ、なんか止まった、止まってないあ、大丈夫です、大丈夫ですでしたけど、まあなんといっても今週は、うん、丸山さとみアナウンサーキャスターデビューというのが、うん、大きかったんじゃないかなと思いますけれども、どうでしたこの2日間ね、え、ね、え、いやもう完璧でしたよね。いやいやいや、すごいね、うん、みんな本当にやってみて分かることってあるね、本当にね、なんかやっぱりちょっと違いますよね、うん、あ、見てるのと違うな。でも、はい、傍から見てるともう全然スムーズに、いや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 、なんか多分ご覧の方もね、どんな感じになるんだろうって思ってらっしゃったと思うんですけど、なんかもうなんか、ね、すっかり馴染んだ感じ、ニュースの顔、はい、まるちゃんのニュースの顔っていうのが見られたんじゃないかなと思って、うん、なんか報道でね、うん、新しくスタートするので、はい、ニュースの顔でバーッと行こうと思ってたんですけど、うんうん、バラエティーを引っ張り出そうとする人がごめんなさい、あれ、この中に一人いるんですよ、誰だ、誰、どっかにいるんですよ ね、 ねえ、おかしい、僕です、お前か、自覚ある、ったか、いや、自覚あるんですから、いや自覚ある、あ、自覚、すいません、ほら、これだよ、こうやっ て、 やって、ごめんなさい、今日のエンディングもすごい面白かったですよね、ねえ、そう、ね、昨日に引き続きごめん、いやいやいや、昨日も面白かった、今夜とね、明日花見ね、いいですよって話したそばから、うん、僕は土日に行きますって言って、日曜日雨降るっていう気象情報だったんだけど、そうなんですよ、あの僕が土日にこう松江の玉造温泉に行こう行こうと思って、はい、その中でも土日土日土日っていうのが頭の中に入りすぎてそれが言葉に出ちゃいました、ごめんなさい、あら、言い訳、言い訳始めちゃいましたなんかもうでも夫婦漫才みたいなね、あのエンディングのコーナー、ちょっとそれも一つね、名物になっていくのかなみたいな、今後の楽しみにね、夫婦でよかった親子じゃなくて親子漫才ねえ、夫婦夫婦、いや同じ感じの年間ですよ、まあ、私たち、まあ、こっちチームだよ、そっか、こっちチームだよ、いや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 、一人にしないでどんな風になるのか、うん、アトワークにも来週注目してもらいたいですね、はい、そうですね、はい、まあ、そしてあの今週日渡さんが、うん、あの担当しておりました新コーナーもね、はいはい、始まりました、ニュースまとめのコーナー、そして、はい、今声っていう、ね、うん、新コーナーができまして、番組の後半でお伝えしてるんですけど、日渡さんどうでした、それ担当してみて、まあ、それこそ緊張ですよね、うん、本当に立ってニュースを読むなんてなかったので、うん、ねえ、でもね、なんか全国で今日何が起こってたのかとかね、はい、そういうことも知ることができますし、あとあの今こうやって街の方のね、はい、お声を聞きに行くじゃないですか、やっぱりそれってすごくなんか親近感が湧くと言いますか、そうですね、なんか視聴者の声を直にこう聞きに行くことができますから、生の声をねお聞きできるっていうのはやっぱりありがたいなと思って、ね、これから本当いろんな市町村でお話伺っていきたいなと思っておりますので、うん、はい、行った際にはくれぐれもよろしくお願いします、よろしくお願いします、よろしくお願いします、よろしくお願いします。ただね、後受けでコバちゃんが変なこと言わないかっていうところだけが心配なんだよなそこもな、もうそれ常についてくるからね常に、そうですね、うん、いつかいつかはもう自分のことをこう信頼していただいて、うん、後枠任せていいぞと言われたいです、言われるようになります、はい、はい、よろしく、頑張ります、長い目でね、はい、10年くらいかな、10年後くらいか、15 いや来年にはもう、はい、来年には任せてやるぞ、いや今年10になってくれよ頼むよ、頑張りますから、はい、大丈夫、頑張ってます、頑張ってます、はい、はいはい、皆さんもよろしくお願いいたします、よろしくお願いします、お願いします、ということで来週もテレポート参院、はい、
このメンバーで元気にお伝えしてまいりますので、はい、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。今週もありがとうございました。ありがとうございました。もう最近 YouTuber 終わりを始めました。